皆さんこんにちは、エームガーデンです。さあ今日は紫柑アート第4弾、大きいの蝶々をですね作っていきたいと思います。前小さいの作りましたけど、今日はちょっと大きいですよ。さあでは作ってまいりましょう。はい、じゃあここに置いて、はい、では材料と道具ですね。はい、トイレットペーパーの芯を1本、そして今日はちょっと、両面テープ使いたいと思います。そしてハサミですね。はい、では作ってまいりましょう。まずトイレットペーパーの芯はいつものようにこのように潰してください。はい、そして1センチ幅ぐらいにですね、今日は6本、1、2、3、4、5、6本目はちょっと太めに、はい、切ってください。2、4、6、はい。それではですね、まず蝶々のこの羽の部分をですね作っていきたいと思います。はい、では4本のカットしたやつをですね、これをですね、時間がありましたら木工ボンドでいいです。この交差する部分をですねくっつけていくんですけど、今日はもう両面テープをちゃちゃっと早く終わらすために作りたいと思います。だいたい2センチぐらいと、あとこのトイレットペーパーの芯の幅と同じぐらいのところにですね、このように貼り付けてください。はい、こうやってね貼り付けましたよ。はい、これを剥がしてもらって、まず片方をベタッと、はい、もう一方にもベタッと、はい、このようにくっつけてください。あっという間に羽ができました。はい、次にですね、胴体の部分ですね、この胴体の部分いきたいと思います。先をですね少しこのようにちょっと丸みをね帯びた感じで切っていきましょう。はい、そしてこの真ん中部分をですね、そうですね、2ミリ弱ぐらい切り込みを入れて、はい、この部分をですねカットします。はい、そしてこちらにもですね切り込みをもう入れときましょう。交差する部分ですね、このように。うわ、なんか何これ、蜘蛛の巣みたいなのがついてたどっからついてきたんだ。はい、このように芯の部分を、はい、そして先端をですねこのように切ります、ね、で反対側に曲げます。はい、こうちょっと触覚がこんな感じですね。で、あの前もやったようにですね、指でここをですねぐるぐるぐるっとしごきながら丸めていってください。しごくと柔らかくなりますのでね、このくるくるくるがやりやすくなりますよ。はい、こんな感じですね。はい、これとこれが合体するんですけれども、この型の部分もですね若干丸くですね切っておきましょう。はい、このように切り落としてください。はい、ではですねこの胴体に羽をですねこっちの片側をこうつぼめてもらって差し込みます。で中央部分にですねこのように持ってきてもらって、ちょっと押さえながら羽をこう広げてあげましょう。はい、
揚げ波長ぐらいの大きさあるのありますね、これね。はい、そしてここの先ほど切り込みをそれぞれで入れてもらったところにちょっとずらしてもらって、ここにですね、ここにスライドして入れ込みます。はい、若干羽を持ち上げて、はい、完成しました。大きめの蝶々が出来上がりました。以前ですね、ちっちゃい蝶々作ったんですけれども、ちょっと比べてみましょうか。このように大きさ全然違いますけど、存在感はありますよね。はい、こちらの蝶々もですね、作り方載せてますので、どうぞエームガーデン紫檀アートでですね、チャンネル登録に行ってみて、探して作ってみてください。以上、エームガーデンでした。ありがとうございました。